しい休み足が入ってまいりました。はい、邪魔すんで、邪魔すんで、邪魔すんやったら帰って、いや帰るんかい、帰ったあかん、帰ったあかんで、帰ったあかんで、ふにゃし、ふにゃし、ふにゃし、帰ったあかん、帰ったあかんよ、ふにゃし、ふにゃし、こっちこっち、はい、ふにゃし、こちらです。はい、皆さん拍手お願いします。はい、ふにゃし、さあどうぞご登壇ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、登ってな、登ってな、後ろの地面変化かな。はい、ステージちっちゃ、そうなんですね、ステージが小さくて申し訳ございません。さあ、ね、本日ふにゃしてきてもらいました。もう一度皆さん拍手お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふなっしーの飼い猫、ふにゃっしーでーす。ふしーでー来たよ。よろしくお願いします。もうすごいですね、人気がね。ありがとうございます。ありがとうございます。フッテの筆談ボードはどこ行きましたか。筆談ボードですね。はい、はい、そんなところから、はい、あ、あったあった、はい、フニャの筆談ボードもね。フニャはね、あのおしゃべりができないんですけど、字を書いてね、みんなとお話ししますんでね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあさあ、じゃあ今日は何で、何でフニャが呼ばれたんでしょう。ね、今日は、一応ですね、本日、このイオン藤井寺ショッピングセンターにお集まりいただいたお客様に、じゃんけん大会と、あとね、撮影会、古墳見た、え、古墳見た、古墳見た、見た、見た、ね、藤井寺の皆さんもね、宝でございますから、はい、古墳、はい、ね、見てきたということで、古墳見て帰りましょう。はい、ね、その前に皆さんやることがあります。はい、ね、じゃんけん大会とか、はい、このあとは撮影会の方も一組ずつさせてもらいます。ね、あの一家族1枚限りとさせていただいてますので、はい、それだけよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにあのふにゃっしーはですね、大阪ってよく来るんですか。はいはい、もうちょっと BGM のボリューム下げられたりします。そうだね、はい、大阪はよく来ますかって。ふにゃっしーはね、千葉県のキャラクターなんでね。なるほど、1週間前に来たということで、はい、そうなんですね。あ、しょっちゅう来てます。今年何回ぐらい来ただろうね。多分5回6回来てると思いますけど、まだ来てないかな。 でもしょっちゅういますよ。はい、ちなみに大阪のなんか楽しみ方とかってあるんですか。ふにゃ、大阪の楽しみ方知ってますか。ふにゃは筆談が早いからね、字書くの早いんだよね。なんで重曹のお団子。あ、重曹これね、そうそう、あのタコさん、あのジュースのお団子を今日食べて帰りたいって言われたんですけど。あ、そうなんですね。なんてことですか。あ、買ってきた。あ、買ってきた、すごい。あ、行かないで済むんだ。うわ、すごい。うわ、やばい。なんか有名なんですか。ピアス有名なの。有名らしくて、そう、もう目が丸くなるばっかりでございます。すごいでしょ、ピアスがすごい。そうなんです ね。ちなみにそのジュースのお団子とかそんなのってなんか調べてみたとかするんですか。ふにゃはね、検索大好きだから。インスタ。ふにゃしはそもそも携帯で自分でインスタをするってこと。すごいな。フライニャシーでね、フライニャシーで。あ、そうやってインスタやってんだ。なるほど。あ、自撮りもする。あ、なるほどなるほど。あ、自撮りをしてたんや。あ、なるほどね。あ、でちなみに、ふにゃしーって携帯使えるの。ふにゃは使える。ふにゃはね、なんとね、指紋ないけど使える。なるほどな。指紋ないけどね。あ、指紋認証のやつ多いからな。そうそうそう、なるほどな、うん、なるほどなるほど。そ、ちなみに携帯、あ、携帯ってどこの携帯使ってんの。ちなみに今日実はこれ Y モバイル携帯のイベントやばいな。どこの使ってんだろう。ボーダフォン。古いな。古いな。古いな。まあでもボーダフォンが後の、あ、パカ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 使ってんや。なるほどな。まだパカパカ使ってんだ。それインスタできないでしょ。いや、それ結構高いよな。毎月高くない。高い。ありがとう。そう、その答えをね、こっちは待ってたんです。はい。で、実はそのね、
携帯電話あの値段をね下げるためにあのちょっとここからすいませんあの CM 入らせてもらいます、はい、ちょっとねあの中の、SIM カードっていうのを変えれますっていうちょっとね話題を今回お話しさせていただきたいな SIM カードはい思います、うん、はい SIM カードって何っていうところなんですけど、うん、何だろうあほにゃし SIM カード知ってる人あ知らない人いっぱいいますよイコか違う違うイコかではないSIM、はい、カード、ね、偉いねちゃんとこっちに合わせるんだねイコカっていうのこっちはなんそうだね東京はスイカだねえ何でも買えるやつそれあの魔法のカードクレジットカードやな違う違うあのもあげられへん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 しつこいなそう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 ありがとうありがとうねあそう SIM カードっていうねカード、うん、はい皆さんもご存知かもしれませんがこんなね見た目のやつです、うん、この画面ねあ、はい、あこれはいこれね携帯電話の中に入ってるチップでございますあこれこれが入ってるんですかそうそうそうゴールドブラック違うそれまだクレジットカードで気づいてる気づいてるそうそうそう多分多分ほとんどブラックかもしれないなそうでこれですねあの実はあのスマホってね毎月の料金ってこの白いところ本体代と黄色のところの通信費って分かれてますこちらこの黄色いところが SIM カードってやつでございましてこれが SIM カードなんですかそうですなるほど SIM カードに払ってる通信費この SIM カードだけを安い SIM カードに変えることができますほうそうすることで毎月の料金がすごく安くなって節約になりますあこの空いたところがタダになるところですそうなんですね安くなる安くなるおここでこの空いたところでジューソンのお団子が買えるわけですあそうですねそういうことです、ねあのこの空いたところでフナッシーのグッズが買えるんじゃないですかそういうことです ねさすがうまい、ね、お兄さんうまいですねお兄さん多分僕あの年上だと思いますよいやすごいヤシが飛んでますけど大丈夫でしょうかいいじゃないかお兄さんだっておじさんって書いてますそうですねおじさんって書いてます来年48ですからおじさんですどういうリアクションこれ分からへんどういうリアクションか分からへんでこれねあの、はいはいまあ、一般的なスマホの料金っていうのが、うん、ざっくりですけどこのオレンジのところ6000円ぐらいなんです、ね、本体は2000円のローンでだいたい8000円っていう人が多いんですけど、うん、今 CM させてもらってるのはこちら Y モバイル、はい、何やろこれふにゃしー何してんねんこれあもたれてんねんななるほどそうこれでね1ヶ月3000円に下げれますんでなるほど、まあ、1月のスマホ代が5000円ほうほうすごい3000円もいたそう1ヶ月で3000円あってことは1年間で何円浮くでしょういくら浮くでしょうふにゃしー計算できる3000円1年間でいくらか分かる1ヶ月3000円あったらねふにゃしーのバッグ毎月1個買えますからね、うん、いっぱいって書いてるありがとう合ってるよ合ってるそう1年間でね36000円そうです、はい、キャットフード1年間分なんでねじゃあほんじゃねふにゃしー次これ家族4人やったら何円なのか分かるいっぱいそうやなそのままやなありがとう144,000円 もっといっぱいなそうやな安くなるということでございまして、うんはい、短いながらここまでが Y モバイルの CM でございました素晴らしいありがとうございます皆様拍手お願いいたしますありがとうございますはいさあこれがね節約になりますよということでございましてさあ今から、皆様お待ちかねのじゃんけん大会の方に入っていきたいと思いますさあ皆様もう一回拍手お願いいたしますすごいでふにゃしーってこれじゃんけんできんのかなおできるグーとかどうなのやってみようグーこれなるほどチョキわかるわかるチョキわかるよでパーはここ難しいあなるほどグーはわかるあチョキとパーがわかりづらいなるほどもう一回やってみようグーチョキパーここわかりづらい大丈夫みんなわかるよねよく見ればわかる、はい、ありがとうございますではですね、皆様上にね手を挙げていただいて心の目で見ろはいでアイコも、今回は負けにさせてもらいます勝った人だけですね、はい、勝った人だけ、はい、で3回勝負ですお、はい、で1回目で負けた方は残念ながら景品なしなし、はいまあ、1回勝った方は、景品ありますしで2回目に勝った方3回目に勝った方はちょっとずつ景品増やしていきますのでなるほど、はい、皆さんもらえますじゃ最後まで残った方は強制的にあの機種変更しなきゃいけないあそういうことでよろしいですかありがとうございますでは、ね、今からじゃんけんしていきたいと思いますはいさあ皆様お手手を、ね、上に上げていただいて後出しはなしですよ、はい、じゃあ最初はグーでいきますね、はい、最初はグーじゃんけんポンパーですパーチョキの方の
残ってください。チョキの方、アイコは負けですよ。はい、チョキの方手を挙げておいてくださいね。先に景品巻きます。はい、さあ、チョキの方、チョキの方挙げといてね。挙げといてくださいね。今から、ま、あの景品巻くんですね。景品巻くって、あ、すごい、何ですか。あ、北海道じゃないですか。嬉しいね、チョキの人ですよ。後出しダメですよ、ね、後出しはダメですよ、ね、嬉しいね、はい、チョキの方ね、はい、景品巻いていきますよ。これしかもあれじゃないですか、オリジナルの、いや、全くオリジナルじゃないです。全くお金のかかってない北海道でございます、はい、しかも晴れないやつ、晴れないやつ、なるほど、はい、いいですね、昔ながらの北海道、はい、おめでとうございます。ふにゃしファンサービスありがとうございます。はい、すごい、ね、嬉しいですね。はい、もらいました、みんな。はい、もらってない方はまだいないですか。もらってない方は大丈夫ですかね。 OK、 はい、はい、もらってない方は後ろですか。もらってない方いないですか。後ろもらってね、大丈夫ね、はい、じゃあ次行きますね、はい、じゃあ、ね、さっき勝った方だけ、はい、2回目の残業。負けた方とアイコの方はもうやらないようにね、はい、勝った方だけですよ。チョキの方だけ、では行きます。最初はグー、じゃんけんポン。お、これもややこしい。これはチョキです。チョキ、グーの方はね、はい、次ですね、またオリジナルの。おー、すごい、今度箱ティッシュ来ましたよ。そうです、箱ティッシュでございます。だんだん荷物が増えるからね、これ。欲しい方はカバン用意してますんでね、はい、ぜひぜひカバンも言っていただいたら。すごい、箱ティッシュ持って帰らせるイベントでいいですね。かさばるって言ってます。かさばるって、スマホよりでかいっていう。いいですね。あって困るもんではございません。そうですね、何個あったって困らないですからね、はい、そうですよ、もうこの時期からね、やっぱりね、風邪もひきやすい時期ですから。箱ティッシュをた、ね、持って帰る人ってなかなかね、こう1個だけ持ってる人ってあんまりいないですよ。今の時期いいじゃないですかね、はい、じゃあ、3回目いきますね。はい、はい、じゃあ最初はグー、じゃんけんポン。これはなんだ、チョキだから。グーの人、グーの人、はい、下の方は3人、4人。じゃあこれ、このまま上げます。あら、あら、すごい、箱ティッシュそのまま5個。すごいね、すごいっすね。どんなばらまき方してるんですか。いやね、もうこうやってせっかくね、遠いところからも来ていただいてるんで。ちなみに関西以外から来たよっていう方どれぐらいいらっしゃる。太っ腹って。あそこのおじさんね、あそこのおじさん後で来てもらったらなんか違うなと思います。ね、はい、という形でですね、はい、じゃんけん大会は以上となります。ありがとうございました。もらいました。もらってない人いますか。もらってない、大丈夫ですか。じゃあ、いらっしゃる、いらっしゃる、真ん中の、真ん中のグーの方、手挙げてるグーの方ね、はい、箱ティッシュ5個持って帰ってください、ね、はい。なんだこれ、すげえ箱ティッシュみんな持ってるけど。しかもね、何のあのノベルティ、あのキャラも書いてないっていう、ただそうなんですね、はい、では、この後ですね、こちらの撮影会の方に、はい、移らせていただきたいと思いますが、はい、もう一度だけルールをご案内させてもらいます、はい、まずは、一組様1枚限りとさせてもらいます、はい、で、ふにゃしーと一緒に撮ってもらいますよっていう形ですね、はいはい、でその後ゆっくりと、まあ、退場いただくという形で、まあ、後ろのお客様絶対押さないようにだけ皆様絶対撮れますんでね、退場、それだけ、はい、入場と退場はどちらになるんですか。前から入っていただいてこちらの方から抜けていただければと思います、はい、ありました。じゃあ、一つあのカメラは私に撮らさせてもらっていいですか。あ、そうですね、はい、スマホなりあの、ね、カメラでも何でもいいんですけど私に貸してください、はい、ワンショットやっていきますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと人数多いでいつもよりさっさっさとねやっていきますからね、よろしくお願いしますね。では前のお客様からどうぞ、はい、もういいですよ、どうぞ。Thank you.
ありがとうございます。
タグルですか。あらもう。はい、行きましょう。
Thank you.
はい、会議にあげてきます。はい、もう帰ってもらっていいですよ、もう。はい、ありがとうございます。最後。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ほら行くよ。きれいきれい。身だしなみな。きれいきれい。きれいやで。でもこれあのそうそうワイモバイルさんから遠くから来たから箱ティッシュ持って帰れ。もらっていく。箱ティッシュ持って帰れ。生涯現役やで。ほらほらほら。ここで止まっちゃうから行こう。バイバイなし。またねー。